今回のアンブレラは歪んじゃうよ、我が輩。焦げ付きに取られてんだよ。チャーリー、脱ぎなさい。普段は風よりも早く、音よりも早く。あっちが24人、こっち5人です。俺、いつも思うんだけどさ、18禁のさ、ゲームとかって見るのは OK なの？一応、あの、親が許可すれば大丈夫じゃなかったっけ？あ、そうなんだ。昔そうだったよね。まあでも、5歳でこれ見せてる、これはまずい。確かにそうだな。悪いすぎでしょ、普通に。普通になんか思想が変わりそう。これ薬飲ませたいになる、うん、犯罪してもこんだけで出れるんだみたいな。現実はそう甘くないぞ。でもちっちゃい子に見せてたらマジで重いそうじゃね。どうする、免許なくても一応大丈夫ですよ。いやでも分かんない、もうほんと意味分かんない、そこら辺の花摘んで帰ってくるかもしれない。お母さんこれ血寝ろ。ないないない、やだわ。そんなことはない。お母さんこれと水、これと水。釣りができんだよ。この赤いのと水。1200万。お母さんジェット機持ってないの？1億円だって。ハゲのおっさんいたから受注してきた。まず食べ物が安いことに驚きを感じるじゃないですか。物価が安い。飲み物150円なんやけど。物価安いからいいやってなりそうだよ。もうちょっとなんかおじいちゃんみたいな髪の毛にしてほしい。これマスク専用だからな。なんか若すぎる髪がやっぱ。若すぎる。今日いろいろ言われる。今日はもう寝るわ。うさ博士渋ちゃんあげる、渋ちゃんあげる、こぶちゃんと渋ちゃんどっちがいい、サロンパスもあげる。格闘技、格闘技世界チャンピオンです。ダンボさん兄弟の方。クランタイトライアルア。何してんだ。戦闘機だ。そう。おお、いいな。何かありますけど、見ます？おお、早く見してみろ。ちょっと待ってくださいね。なんかエロい話してない？早く見してみろだって。ここいたら見れるかもな。あら、あら。歪ませるな、町の性癖を。すると悪くないぞ。するぞ、いいね。うん、最高だ。請求したっけ？あ、ついてまだしてないです。そうぞ、そういうのもいけるんか、お前。歪んじゃうよ、我が輩。歪んでる。脇を歪んでる、お前。待って、博士に請求したんですけど、博士さんが入りたかった。でも、もっと歪ましてほしい、でも。見覚えがあるやつだけ選んだんだな。なんか、はみ出たりしてたら興奮するかも、俺。やばい。後ろがキモい、後ろが。キモの感じ。そう、あの、戦闘機乗せて。あ、わかりました。よろしくお願いします。でも、マジで悪くなくない？どう、みんな。上のそのジャンバーみたいなの脱いでほしい。いや、お前それがええんだって。いや、もうオールメイドがよくない？それだったら。いやー、なんかな、分からんかな。おぉ、違うんですよ。休憩中ってこと？ほう、ジャンバー脱ぐとちょっと腕のラインとかが見えちゃって。やめとけ。違う、カエルの真似してるだけ。下校。あ、ちょっと待って、影さん離れたじゃん。ちょっと待って。何やってんだよ。お前やめろ、お前。バケツ。上の服脱ぐと魔法が溶けちゃうんですよね。溶けちゃうの？そうなんですよ。どういうこと、魔法が溶けるって。え、ちょっとね、腕のラインが見えちゃうんですよ、これ。あら。え、ちょっと脱いでよ。右下かな。まずい、やばい、完璧に今、我が輩の中で歪んだ音がしてる。魔法溶けすぎ。魔法溶けすぎや、それは。今歪んじゃった、今。お前責任取れ。いや、お前マジで。何が出した？メキッと落とした。頭が、どうやって我が輩、実は作ってる。お、マジ？この町にこのペダルを導入したのは我が輩たちなのに、焦げ付きに取られてんだよ。これ、え、それは敵対？それ敵？これはあの総北だから同じだから、これを白色にする。あ、白だっけ？あ、じゃあちょっと白番号教えて、番号。え、ちなみにマジで元ネタ知らないけど、ノリでいける？いける。なんて言っとけばいい？俺なんかいないキャラクター、俺の声に似てる。なんならあいつらも知らないらしい。ざけんなよ。じゃあすっぽいこと言ってから大丈夫だ。番号教えて。すまん、なぜか焦げ虫ペダルやることになった。終わってる。おお、じゃあ最後の終わってるボス、裏切ったんですね。やばいのが出てきた。どれ。いや、マスク脱いだらやべえやつ出てきた。これあれじゃない、旗から見たらめっちゃあるじゃない、これ。じゃあそれで。あ、いいんじゃない、これいいでしょ。パッツパツの焦げ付きペダルが何人？25人。
勝てるかな。勝とうぜ。お、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよこれ。強豪っぽい。勝ち格だ。え、下吐いてなさすぎん。やば、ケツ。それだって、うん、レディそれだって。集中できないってこれ前走られた。いいじゃん。ジェットストリームアタックの時めっちゃケツ見ちゃうよこれ。でもいいかもな。レレが先頭だったらババヤチがもうバカかるかもしれない。リエルおはよう。よし、リエルおはよう。じゃあレリア全部教えたれ。オッケー。リエルもあれになんの？リエル何も聞かずにレリアさんの。ちょっとレリア。おい、ズボン履いてくれよ。二人脱ぎなさい。普段はこれ。普段はあれじゃない？エロ。二人脱ぎなさい。ね、チャールさ、急に俺の目の前で現れるんだよ。なんだ俺の目線でチャールの場ができた。ありがとうございます。目の前に、ああもう完全にボス双方止まっちゃってるじゃん。あれボス、え、ボス、我が家たちは京都伏見です。あなたとは敵対チームです。いや、私退入だからまだ。え、こっち来ます？来ますって。お願いします。じゃあ、じゃあ今から対抗しに行こうよ、じゃあ。いや、でも、客船まずつけましょう。客船があるから。そう。しかも、はい、ユニフォーム赤じゃねえんだ。あ、京都伏見なんで。いや、これで行く。風よりも早く、音よりも早く。こんにちは。こんにちは。オリンさんですか？はい、オリンです。こんにちは。はじめまして。はじめまして。こんにちは、脇虫ペダル所属、チャ・ルロスです。わき虫ペダル、はい、わき虫ペダル、焦げ付きペダルって知ってますか？なんか、はい、聞いたことあります。対抗です。対抗馬です。わき虫ペダルです。こちらあっちが24人、こっち5人です。じゃあ25人と5人、はい、勝負になります。はい、一応1人5人分。ケイデンスやばないですか？うん、太もも8切れる。おはようございます。太もも8切れて、ふくらはぎ多分真っ二つに割れる。でもやるしかない。音よりも早く、風よりも早く、脇道ペダルゴー。ふう、こんにちは。だい、俺なんかこんな真っ黄色の初めて見たい。誰だい？博士。え、オタクの人でしょ？そう。他人をやめて。はじめまして。どうもはじめまして、チャールロス世代、アイスボックスと言います。こんにちは、アイスボックスさん。美味しそうな名前ですね。ありがとうございます。私好きですよ、夏コンビニ行ってアイスボックス買って炭酸入れて飲むの。コーラの中にアイスボックス入れて飲むの好きですよ。美味しいですよね。リエル、圧が足りない。圧が。うん、圧だ。ちゃんと怖い言葉使おう。俺が心なきのふりしよう。What the fuck? Are you kidding me? Oh my god! What the fuck? Are you kidding me? チェックして肉がダメだったらもうまた次1時まで待機やね。ちょうどかったな。こういうタイプの人を選ぶ心なきもいる。人を選ぶ心なき。ボケ。何でこれ出るけボケ。おお。さすが。誰か言ってます？うん。ビズビズ。